サイエンスミュージアムサイエンスミュージアムはイギリスのロンドンにある国立科学産業博物館に属する科学博物館。サウスケンジントに位置し、ビクトリアアルバート博物館の隣にある。ロンドンを訪れる観光客の主要な観光地でもある。産業革命など技術と産業、社会の関わりをテーマとして展示。 ジェームズ・ワットの蒸気機関の実物が胴体保存され展示されている。1857年今のサイエンスミュージアムが設立された。それ以前はケンジントンミュージアムと呼ばれていた。その当時のミュージアムは、向かいにあるビクトリアアルバート博物館の一部で、1909年に独立の施設となり、1913年リチャード・アリソン館に移転した。 プリンス・アルバートとサー・ヘンリー・コールが経済的な支援をして1851年の大博覧会の展示物からコレクションを築き上げるのを後押しした。1964年に博物館が2分されて以来、こちらの館は公式には国立サイエンス・インダストリー・ミュージアムという名称となっている。メイキング・ザ・モダン・ワールド・ギャラリー博物館は5つのフロアからなり、 それぞれ天文学、気象学、生科学、電磁気学、航海学、航空学と写真術を展示している。特に注目に値する展示は、ガリレオ・ガリレイの望遠鏡、ジョージ・アダムスの顕微鏡、聖火最初の蒸気機関車、プッフィング、ビリー、グラハム・ベルの世界初の電話、昔のロールス・ロイスである。デジトポリスと題する展示は、見学者を、 仮想現実の世界に案内し、魅力的なデジタルテクノロジーを紹介してくれる。1980年、ウェルコムミュージアムが、サイエンスミュージアムのヘンリー・ウェルコムコレクションを土台として誕生した。サイエンスミュージアムのウェルコム旨は、わかりやすい仕方で、近代科学、産業、医学、そして技術の成果を示している。そしてさらにその全体が楽しみながら学べる工夫を、 施されている。さらに4階には古代エジプトから現代まで様々な時代の医学の治療技術がわかりやすくジオラマで展示されている。医学史は第5回の展示テーマになっていて、そこは医学の科学とアートと題されて時代ごとに治療の違いの細部が細かく紹介されている。ミュージアムに付属して 3DIMAX 映画館がある。 日英修行通商条約締結140周年に、ちなみ、英国の芸術、社会、文化、産業などを紹介する、英国祭98の記念イベントとして、1998年3月21日から5月17日まで、神戸市立博物館で、5月31日から7月12日まで、北九州市の西日本総合展示場新館で、 7月22日から8月30日まで東京国際フォーラムで大英科学博物館展が開催された。ありがとうございます。